薬とか手術以外で何とかしたいと思った時に、私としておすすめするのは神経細胞を守る、そういうものが一番いいんじゃないかなと思うんですね。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。高見です。よろしくお願いします。先生が厄介だなと思う目の病気ってありますか？厄介な、はい、もうみんな厄介ですよ。いや、まあ、そうかもしれないんですけど、うん、いやだってね、うちへ来る患者さん分かりやすい病気だったとしても、もう手遅れの状態になっちゃってからね、はい、来る方が結構多くて、もうどうしようと思うから、うん、もうほとんどうちの患者さん厄介な人が多いです。でもやっぱりその数から言うと緑内障ですよね。緑内障ですか、うん、患者さんの数も多いし、日本人の失明原因の第一位になるわけですよね。失明原因の第一位なんですね。そうですね。でもなんで厄介なんですか？病気自体が理解できにくいんですよ。何と説明してもすぐ忘れちゃうでしょ、皆さんも、うん、高見も忘れちゃうじゃん、はい、みんなそうなんですよ。だからこの YouTube をやってる理由もね、はい、この間平松先生も言ってましたけど、うん、診察室でそんなに長く時間を取れないから、何とかしてこの病気を理解してもらって、受診してもらって、治療してもらって、そして失明しないようにしてほしいっていうことですよね。うん、病気を理解しないと治療がうまくいかないです、この病気を。うん、そのために猛烈時間がかかるわけですね。はい、じゃあ先生、うん、改めて緑内障について教えてください。はい、わかりました。じゃあ今日は緑内障についてお話しますので、最後まで聞いてくれるとよくわかると思います。まあね、緑内障ってどんな病気ですか、覚えてます？緑内障、うん、失明しちゃうかもしれない。あとは視野が欠ける、うん、視野が欠けるね。緑内障はね、視野が欠けるって言うんですけど、うん、視野が欠けるって自覚する人はほとんどいないから、はい、視野が欠ける病気ですって頭にインプットしちゃうと、実際にほとんどの人が視野欠けることがないので、自分では分かんないんですよ。そうなんですか？そう、だから視野が欠けてない自分は緑内障じゃないって、もう逆にね、否定する、安心する材料になっちゃうぐらいなんですよね。例えば人間ドックで緑内障疑いって引っかかっても、全然視野は欠けてませんってね。しかも眼圧がですね、正常だって言われた、うん、なのに緑内障のわけがないって思っちゃうんですよ。昔はね、眼圧が上がって視神経がダメになって視野欠けるって病気だっていうふうに言われてたから、だからそこがね、本当に厄介ですね。まあ、自己判断して取り返しつかないってことですか？遅くなっちゃうとね、とにかくね、視野が欠ける病気なんです。それはね、検査をすると分かるんで、自覚症状はないですよ、はい、これぐらい見えてなくても視野欠けてるって分かんないですよ。怖いですね。まあ、それはね、本当説明するの難しいんですけどね、ちょっとね、そういうもんだと思ってね、受け入れてもらうしかないんですけどね、はい、でね、視野が欠けるのは視神経が、数が減っちゃうんですね。ちょっと視神経ってどうなってるか説明しましょうか、はい、視神経ってね、ここなんですよね。目から出てって脳まで行くんですけどね、神経っていうのは信号を伝えるケーブルなわけですけど、全部人間の体っていうのは細胞でできてるわけだから、ケーブルを作ってる元々の細胞っていうのは網膜の中に埋まってるわけですね。で、この元々の細胞がだんだんね、死んでっちゃうんですよ。死んでっちゃうから、ここのケーブルもなくなっていくっていうことなんですね。そこに相当する視野が脳に届かなくなるっていうのが、まあ、この病気の本質なんですけどね、はい、その細胞が死ぬメカニズムがね、わからないんですよ。そのアポトーシスって言ってね、細胞自体にもともとプログラムされている自殺のスイッチっていうのがあるんですね。で、そのスイッチが何かの理由で入ってしまうと、細胞が減ってっちゃうんですよ。たまたま1個の細胞にそういうことが起こるわけではないんですよね。いろんなところでそういう細胞たちが自殺のスイッチを入れ始めるわけですよね。で、その自殺のスイッチが入る理由はわからないんですけど、はい、それをね、遅らせていく、あるいはそもそもスイッチが入るタイミングを遅らせていくっていうことに、何が一番有効かっていうと、はい、眼圧を下げる、目の圧力を下げるってことなんですね。とにかくね、目の圧力を下げてあげると細胞たちは楽になるってね、まあ、感覚的にそう思ってくれればいいと思うんですよ、だからね、細胞の寿命を伸ばすのに一番有効なのは目の圧力を下げてあげるってことなんですね、はい、じゃあその圧力はどうやって下げるかなんですけど、目の中に入ってる水ですね、房水って言いますけど、目の中にどれくらいその房水がとどまってるかっていうことによって圧力が変わってくるわけですね、例えば新しい水はどこからできるかっていうと、このね、水晶体の糸を釣ってるね、毛様体っていうのがあるんですけどね、この根元に水を作る細胞たちがいてね、そこから少しずつ少しずつ水ができるわけです。で、それがずっと循環して、この隅角っていうところから出ていくと、まあ、単純にそういうふうに覚えていってくださいっていうことは、
目の中の圧力を調整するにはですね、できてくる水の量を減らすか、出ていく水の量を増やしてあげれば圧力下げるわけですよね、うん、でそのために一番簡単で有効なのが目薬をつけるってことなんですよ、はい、で目薬の中にも水ができてくる量を減らす目薬と、うん、出ていく量を増やす目薬と両方の作用を持ってるような目薬と、まあ、いろいろあるんですね、効き具合がね、はい、いろいろ違うんですよ。そうなんですか、うん、まあ、両方の作用を持ってる目薬が一番効くかというとそういうわけでもないですよね。人によっても効き具合が全然違うんですよ。1種類でものすごく効いちゃう人もいるしね、2種類3種類やってもなかなかがん下がらない人もいるし、まあ、とにかくね、病気っていうのは本当に個人差が大きいのでね、だからそこのところは私はいつも言うように緑内障治療っていうのはね、その人その人のためにデザインしてあげないとうまくいかないんですね、うんうん、じゃあ目薬を使えば眼圧が下がって治るってことですか、うん、まあ、まずね、その治るっていうことをどこにフォーカスするかなんですけど、普通病気が治るっていうのは、まあ、元通りになるっていうことを考えますよね、うん、で緑内障の場合はね、これ絶対元通りにならないですね。そうなんですか、うん、つまり細胞の数が減っちゃう病気だから、減った細胞は元へ戻すとか増やすっていうことができないんですよ。ですから治るっていうことがないんですよ、この病気は。とにかくね、はい、病気を抑えるとか抑え込むとか安定させるとかコントロールするとかね、そういうふうなことが目標になるわけです、治療のね。さっきも言ったようにね、すごく目薬がよく効く人もいるし効かない人もいるわけです、うん、眼圧がうまく下がらない、あるいは下がっても病気がゆっくりになってくれないと進むのがねっていう場合には、次の手段としては、はい、まあ、レーザーなんですね、うん、一般的にね、レーザーどこでもやるってわけでもないんです。手術した方がいいですって言われる場合もありますけど、うん、うちではね、基本的にレーザーは1回やるんですよ、ほとんどの場合、はい、っていうのはやっぱり手術されるって嫌でしょ、うん、目切られるなんてね、ゾッとしますよね、はい、緑内障の手術の場合は大抵入院が必要なんですね。そうするとね、大変ですよね、うん、だから誰でも手術なんかしたくないからね、基本的には。だからレーザーでねやってみましょうっていうことになるんですけど、まあ、レーザーもすごくよく効く人もいてね、年単位でね安定して下がっちゃう人もいればですね、数ヶ月するとまた上がってくる人もいるし、まあ、いろいろなんですこれね、はい、本当に緑内障の治療はね、やってみないと分かんないところがあるんですよ、うんうん、まあ、それでもまだ不十分だっていう場合には手術をしてね、防水が外へうまく流れていく道を作ってあげるっていうね、そういう手術をしないといけない場合もあるんですね、はい、まあ、いろんな手術がたくさんあるんですね。だからそれもね、手術する先生によってね、どの方法を選ぶかっていうのは多岐にわたるわけなんですよ、うん、まあ、そういうふうなのが治療法ということですね、はい、うん、まあ、とにかくね、この病気は分かりづらいっていうことですよね、うん、だから私もね、他の先生も YouTube なんかでね、こうやって説明する理由はとにかく理解してほしいんです。人間ってのはすぐ忘れちゃうんで、一生懸命説明して一生懸命聞いても忘れますよね、はい、うん、だから何度も何度も聞いてほしいっていうことなんですね。進まないようにするため何ができるかってことをよく理解して、どれがどれだけ重要なのかっていうことを理解した上で治療を続けてほしいっていうことなんですね。うん、大変な病気っていうのはすごい分かったんですけど、目薬以外で私たちができることってないんですか？うん、基本的にはね、どこの眼科行ってもね、とにかく目薬をちゃんとつけてくださいって、うん、それ以外に有効な治療はないですっていうふうに言われると思うんですね、はい、うん、だからそのなんかいい運動はないんですかとか、いい食べ物はないんですかとか、うん、いいサプリメントないんですかとか、そういう話がね、やっぱりどうしても出てくるわけですよね、はい、世の中には眼圧を下げる効果があるっていうサプリメントもあるにはあるんですよ、はい、ただね、眼圧を下げるっていう目的でサプリっていうのはあまり考えてもしょうがないと思います。しっかりとした効果がちゃんと望めるのはやっぱり目薬なんですね。じゃあ食べ物は何かないのかって話なんですけど、はい、食べ物でね、眼圧を下げるっていう考えよりは、眼圧のこと以外で神経細胞が少しでも長生きするような方法はあるかっていう考え方をした方がいいと思うんですね、うん、でね、緑内障の原因は分からないけど、はい、原因としていろんなことが昔から言われてるわけですよね、うん、それを一つ一つ潰していこうと考えると、まず一つはね、血管、血流が悪くなるのが一つの原因だと、あるいは原因でないかもしれないけど悪化の要因だというふうに考えると、血流を確保することですよね。
だから血管を丈夫にして血液がよく流れるようにしてあげるっていうとね、適度なね有酸素運動をして血液の循環を良くするっていうのが一つの方法だし、食べ物で言えばタンパク質もそうだし、オメガ3とかね不飽和脂肪酸もそうだし、それからね血管の中で起こる炎症ですね、血糖値が上がったりコレステロールが上がったりね、いろんなことで炎症が起こるわけです。その血管の炎症を抑えるために抗酸化作用の強いビタミン E だとか C だとかそういうものを取ってもらうとかね、それからまあ今回ねうちでねサプリメント開発したんですけれども、ポリフェノールっていうのが入ってるんです、でそのポリフェノールがちょっと特殊なんで製品にしたんですけどね、他でないからね。ポリフェノールの中で非常に抗酸化作用の強いブレインベリーっていうね、植物の抽出物から取るものなんですけど、まあそういうものがすごくいいだろうということですね。血液の循環をなるべく確保してあげるためにね、血管の病気にならないようにしましょう、それから血管の状態を改善するようなそういうものが食べ物としてはいいでしょうということですよね、はい、それからねそのポリフェノールには神経保護作用があるってことなんですよ。神経保護作用、神経ってねすごく弱いんですね、いろんな意味で弱いんです、さっき言ったね細胞の自殺のスイッチ、アポトーシスのスイッチが非常に入りやすい細胞なんですよね。スイッチがなかなか入らないようにしてあげるとかね、入ってもその先ね自殺のスピードを少しでも緩やかにしてあげるとか、ざっくり言うとそういうことなんですけどね。ですからポリフェノールがねワインにもあるしコーヒーにもあるし、とにかくたくさんあるわけですけど、まあ、そういうものを取ってもらうのが一番いいだろうと思うんですね。いろいろねベリー類はたくさんありますよね、まあ、その中でダントツにそのアロニアっていうねベリー系のフルーツの抽出物の抗酸化作用が強いと、それから神経保護作用も強いと、いうことで、もしね目薬とか手術以外で何とかしたいと思った時に私としておすすめするのは神経細胞を守る、そういうものが一番いいんじゃないかなと思うんですね、サプリメントはねそれに加えてルテインってね余分な光を吸収してくれるポリフェノールじゃない植物性の色素があるんですけど、まあ、それもね配合してあるわけですね、とにかく網膜の神経細胞を守るっていう意味でねその2つがメインの成分になってますね。私たちができることは、まあ、目薬か適度な運動かもしくはサプリを取るっていうことなんですね、まあ、基本的にはそうですね、だからねサプリメントっていうのはお薬ではないですから、目薬するとね眼圧が下がると、ね、刺さないとまた上がってくると、ね、そういう非常にね細胞のどういうメカニズムで下がるかってことまでよく分かってるようなものが、まあ、お薬ですよね、サプリメントっていうのはこれ基本的に食べ物ですから何か急に変わるってことはないですし、長期間ね摂取を続けないと意味がないですよね、だからそういう意味でね即効性のあるものでも何でもないですからね、そこのとこはよく注意していただきたいと思うんです。先生のサプリを飲み続けると緑内障の進行を遅らせることができるってことですかね。まあねそれはね実証するのは非常に難しいです、緑内障ってもう何十年もかかって進む病気なんでね、それと一人一人病気が違うからどこでどうやって比較するかっていうのも難しいし、同じ人でも右目と左目では全然違うんですよね、結局その効果の検証っていうのは非常に難しいですね、それを待ってるとねいつまでたっても誰の手にも渡らなくなっちゃうからね、私も軽い緑内障あるし自分でも使いたいしと、いうことでねなんとか早く作ろうと思って、それでも何年もかかりましたけど、まあ、ようやくね使えるような状態にはなったんですね。ちなみに、このサプリのお名前って何ですか。まあ、名前ですね、すいません、言うような話だったね、ウィンビジョンプレミアムっていう名前をつけました。どんな意味なんですか。資格をなんとかね頑張って勝ち取ろうということですね。目に良さそうな名前ですね。名前はともかくね非常にいい材料を選びましたっていうことが一つ大事なことと、それからね品質に非常にこだわったっていうかね、サプリメントは食品ですって言いましたけど食品を作る工場ではなく薬を作る工場でね、品質についてはちゃんと成分表示通りに入ってるかどうかとかね、長期間安定して成分の効き目があるかどうかとかね、まあ、そういうテストをいろいろしてねちゃんと管理してるっていうね、まあ、そういう風な作り方にしてもらったんですね。まあ、それなりにやっぱりいろいろコストかかっちゃうし、まあ、大変なんですけどね、まあ、やっぱりね安全であるっていうこととかね品質がいいっていうことはすごく大事なことだと思うんですよ。そうするためにやっぱり大変だったんですか。それはね品質を高めて値段も抑えなきゃなんないっていうことでしょ。あまりにバカみたいな値段じゃ買えないからね、それにものすごい期間を要しましたよね。交渉は大変でしたね。患者さんを思う気持ちが先生の行動力につながったってことなんですね。自分一人ではできないからね、一緒に頑張ってくれる人も探さなきゃなんなかったりね、まあ、それは本当大変でしたよ。多くの方の目を助けてくれると嬉しいですね。まあ、そうなってほしいですね。
詳しいページに行くリンクがですね、動画のねちょっと下の方をクリックしてもらうと概要欄というのがあるのでリンクを貼っておきますね。それから動画の最後にもリンクを出しておきます。でもね、ただそれでもよくわからないっていうお問い合わせもいただいちゃってるので、コミュニティっていうところにもお知らせを出していこうと思いますし、 LINE の方ですね、お友達になっていただくとそこからも情報が取れます、うん、ですからそこからもお友達になってくれるといいと思うんですけどね。病気を諦めない、年齢を諦めない、元気で長生きして100年迎えましょう。カジュアルアイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日はそういうことで緑内障の話ですね。まずは病気をよく理解してくださいっていう話ですね。それから目薬以外に何かもしするとすればサプリメントもありますよっていうことですね、まあ、そんな話をしましたけど、皆さんのお役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。